皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日はこちら。反対。はい。リピーター作りの仕組み、100事例ということで、この本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。100個のリピーターする仕組みの事例の中で、10個のパターン、10個の視点で解説をしているわけなんですが、今日はその中の一つ、一貫型というものについて考えてみたいと思います。こちらをご覧ください。はい、一貫型という考え方、これどんな考え方かっていうとですね、一回始めてしまうと、そのまま継続的にずっと最後まで、リピートするような雰囲気を作るということなんですね。一回人は走り始めると止まれないっていう、法則なんですけど、例えばこれ、Windows 10出ました。ここにですね、Windows 10に、無償、ここ、なんで間違ってるんだろう。はい、無償アップグレードのウィンドウが自動で表示というふうに書きましたが、このような形で勝手にですね、僕のパソコンの下の方からですね、Windows 10のご紹介、今なら Windows 10に無償アップグレードできますっていうのが来て、これは考え方ですけど、マイクロソフトさんが僕のパソコンは Windows 7が入ってるんですが、Windows 7から Windows 10にリピートさせる仕組みを自動的に出すことによって作ってるわけですね。わかりますか？つまり、このような形で、自分持っている商品に対してもう一回リピートさせるためには、案内を出したら相手が気づくじゃんっていうことですね。こういうことを、考えようということです。これ、なかなかね、大企業さん、もしくは、このようなね、電源が入っているインターネットが繋がってないとできないかもしれませんが、考えようということなんですよ。例えば、ティッシュの最後の方になったら赤いものがね、出てくるっていうね、赤い線がついたのが出てくるってのもそうですよね。あ、そうだ、買わなきゃっていう風に思い出させることができますよね。あと、名刺を作ってる方が名刺の最後の方に行ったら、そこにですね、自分の電話番号が入ってる印刷を入れといて、そろそろ印刷してね、みたいな感じしとけば思い出すじゃないですか。このような、ずっと一貫して、同じことを、通しとく方が楽だよっていうのが人間の心理なんですね。人間っていうのは、安定が大好きで、変化を嫌うんですよ。なので安定する、ずっと同じような状態を続くために、いかにストレスを与えないで、お客さんが簡単に、楽に、そのリピートする仕組みになっていく、注文ができるかっていうことを考える。これがリピーター作りとしてもすごい重要なので、ぜひそういう視点でもね、考えてみていただければなと思います。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。